チェルニー。チェコスロバキアから J リーグ誕生とともに日本にやってきた。東ヨーロッパの選手らしく大柄な体ながら柔らかいテクニックを持ち味にゴールを量産した。大きく注目を浴びる存在ではなかったが、サンフレッチェの94年ファーストステージの優勝の際には組織的なサッカーの中で自分の役割を果たし、いくつもの貴重なゴールを挙げた。